こちらは、ある血液型の推定割合を示した都道府県ランキングです。鳥取県が第1位となっています。これは一体何型でしょうか。町の人に聞いてみると、大大型じゃないですかね。A 型大型ですか。A 型が多いから A 型ですか。町の人の意見を二分した A と O ですが、正解は A 型。 遺伝子解析サービスを提供する会社が2万人以上のデータで都道府県別に血液型の推定割合を調査した結果鳥取県は日本人の平均的な割合 A 型4割を大きく上回る53.1%という結果に一方でお隣の島根県はランキング圏外ですさらによく見てみると A 型が多い都道府県は西日本が多く、B 型が多い都道府県は東日本が多い特徴も浮かび上がってきます。正確に理由が分かってるわけではないんですけれども、やっぱりあの祖先に由来してるものと考えられております。鍵を握るのは、日本にやってきた祖先のルーツなんだそうです。 南から来た方々と北から来た方々で、あのそれぞれこう集団が違いますので、それによってです、ね、血液型も違っていて、で今の,そあの血液型が分かれる期限になったと考えられておりますつまり、南から来た祖先は A 型が多く、北から来た祖先は B 型が多いという推論です。鳥取県にになぜ A 型が多く集まるのかについては あのなかなかこれだという原因があるわけではないんですけれども、何らかの理由で A 型が集まっているということかなと思っております残念ながら原因はわからないとのこと、A 型の推定人口第1位の一方、B 型は最下位だという鳥取県、県内の献血ルームを訪ねると、A 型型の血液型が一番多くなっておりますやはり A 型が多い一方で。 日本人の平均的な血液型の割合なんですけれども、A 型が4割、O 型が3割、B 型が2割、AB 型が1割となっております。でここの献血ルーム冷えずにおいても、同様の形で、ほとんど同じような割合で来ていただいております。ちなみに、町ではこんな意見が。 もなんか街も全体的に綺麗だったり、清掃活動とか積極的に参加されてる方がいるから、そういうので A 型が多いんじゃないかなって思いました。よく聞く A 型は真面目。血液型にまつわる噂について聞いてみると。血液型が違うとですね、あの、まあ、なりやすい病気とか、 蚊に刺されやすいところも違ってきますので、そういうところで、あの間接的に例えばその性格とかですね、うんあの、そういうところに影響してくる可能性はあるかな一方、島根県では、大型が全国で2番目に多いというデータもあり、血液型と県民性、そのつながりを推測するのも楽しそうです。